うわ、行ってきました。6、7ヶ月検視行ってきました。はい、暑かったな。暑かった。ちょっとな、近場のあの小児科、うん、キッズなんていうんだあれは、小児科であってんのか、小児科小児科に行ってきたんですけども、うん、暑いかったね。ちょっとな、ベビーカーに保冷剤を詰め込んでね、本人は冷え冷えで行ったけどうちら死にそうやった。やばかったわ。あの人がね少ない時に行きたいやん、この時期やからさ。なんか行きたかったけど人おらんってなったらもう真っ昼間やってな。えぐかった。途中の自販機ポカリ砂漠でオアシス探すみたいな。もうほんま近いねんけどね、うん、行ってきて4ヶ月の検診以来だから3ヶ月ぶりに人に見てもらいましたけども、ね、まあ、あの順調にすくすくとね、うん、育ちました。体重も、体重も、まあ、大きめ、うん、身長も大きめということで標準のグラフからちょっと出て、まあ大きめ、うん、でもまあ別におデブでもないし、あの身長もちゃんとね比例して大きくなってるので大丈夫ですよと言ってもらいながら、あと耳も大丈夫、なんか反応いろいろ反射するやつとかも大丈夫ということで普通のお印をいただきまして、よかったよかったよかったって思うんですけど、3ヶ月ぶりにさ、まあ言うたらプロに見てもらったわけです。うん、やっぱドキドキしたな、うん、大丈夫かなっていうな。そうやね、緊張したやん。うん、私さ、すごい日頃からな思ってることで、ツイッターにもたまに書くんやけどな、あのさ育児さ手探りすぎへんそれないや、ほんとそうだよな。あのコロナの時期やからね、うん、特にその死とか空がやってるママ会、なんか、ママパパお悩み相談会みたいなとか普通は開いてるけど、それはコロナで全部ないんですよ、うん、だから今もうそこ行ったら、なんかうちの子今こんなことができてこんなことができないんですけど大丈夫ですかとかね、なんか助産師さんとか、うん、プロの人にね相談、まあ、聞いてもらえるんですけど、それが全くないから、まあ、ネットで調べるやん。他の子と比較ができないよね、まずね、同い年の子たちと。普通だったらね、あとは例えば家にさ人が来てとか、うん、俺らの親とかもさ、うん、結構定期的に来てさ、うん、様子見てさアドバイスくれたりとか頭あるんだろうけどさ、そうね、あんたん時はこうやったよとかね、そう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 、友達とかもさ、うん、あこうだったよとかないんだよな。それができない。まず親が来れないでしょ、友達も来れないでしょ、でそういうママ友の会も行けないでしょ、ママ友が一人もできないでしょ孤独でそしたらさ、もうネットに頼るわけよ、うん、ね、そしたらネットではさ、もう本当に世界中のあらゆる科学者がデータをギュッとしてるやん科学者あらゆる科学者が多すぎてさ、これがいいと思ってやったらさ、一方でもさ、これは絶対ダメですとかなるやん。あれな、困ったよな。絶対メリットとデメリットが半々であるやんか、うん、正解がないんだよな。そう、ほんでそう、正解がないって言うねん。ああ、その子にもよるから、子育てに正解はないんだよって言うけど、ある程度は教えてある程度でいいからさ、こっから上はもう個性ってあるけどさ、もうなんせさ素人やん、うん、お母さんになったからってさいきなり育児のプロじゃないやんか、うん、今までさ一人も育てたことがないからさ、もうまっさらのど素人やからさ、下駄履かせてっていうかさなんかこのある程度はさ大丈夫合ってるよって定期的に言ってくれる人が欲しいの。確かにな、正解がないっていうのかな。今までその調べ物したら大体正解が出てくるからさ、うん、これで OK ってなるけどさ、夜泣きには〇〇が効くみたいな、あなるほどじゃあ〇〇やってみようつってやろうとした時に、あれちょっとこれ見てみたいな、夜泣きに〇〇ダメって書いてあるよみたいなあれみたいな教育に悪いって言うとかみたいな。でバウンサーとかもな、バウンサーよくあの寝れるので寝かしつけにいいですよとか言って、ほんであの寝かしつけようとしたらな、腰に悪いですよ骨に影響しますよとか。難しいね、難しい。もう最低限だから、まあ、今ネットやろ、本買っ
って離乳食とかも調べつつやってる。あとは、うん、まあ友達とか先輩の LINE とかちょこっと相談したりとかもあるけど、でもなんかその子によるでっていう返答があったりとか。まあね、正解って言えないもんね。そう家庭によるからな、結局条件とか状況とかもそうだし、うん、ほんでさ、引っ越し行ったやんか、うん、で前かかってた小児科の先生はこう言ってたけど、今回の人は違うかったりするね、小児科の先生でも、うん、だから実際やっぱ本当に正解がないっていうのは事実なんやなって思うんやけどさ、痛感したね。なんか産む前からさ、育児に正解はないっていうのはさ、よく聞いてたもののさ、うん、いざね、そう、それも精神論やと思ってて、ちょっとあるだろうっていう正解が、そうベースはあって、そっからはそのあんまり悩みすぎるとそのお父さんお母さん病んじゃうからっていう、うちらのための言葉やと思ってて、正解はないんだよって、うん、優しさでな言われてると思ったら、どうやら本当に正解がなさそうやからマジだった。そうやね、だから離乳食一つにしてもな、なんかあの こっから始めるとかさ、なんかでも2人目の子はなんかもっと雑だったよとかさ、なんかあの大人の食べ物の味を薄くしたやつをもう離乳食とか作らずにあげてたよとかいう人もいるしさ、1人目やからさ分からへんやんか、うん、4ヶ月に検診行って見てもらったやろ、うん、で3ヶ月空いて3ヶ月間手探りやろ、その間離乳食始まったやろ、それもなんか恐る恐るやろ、んでさ、ま、バクバク今んとこ食べてくれてるからなまだ安心してんねんけど、で足りへん分はミルクあげてちゃんとうんちもしてるし、見てる分にはなんかすくすくと育ってる感じはあるけど、本当にこれで合ってるっていう確証ないまま今回の6ヶ月7ヶ月検診やん。間空きすぎもう私毎月、いやもう毎週でもいいから、もうリモートでいいわ、オンラインでいいから、プロにどうですかって見せて、うん、順調に育ってるねっていうお墨付きがないと不安でしゃあない。確かにな、その言葉は確かに欲しいかも。一言言ってもらえるだけでね、うん、ほってなるよね。そう、なんかほったらかしすぎ他の国はどうなの日本え、でも他の国もそんなもんか。どうなんだろう、まあ人足りないしからな結局な、それで教えてくれる。まあそうじゃない、それもそうですさ、一応そのいつでもさ連絡していうにさ、あの子供のさお助け電話番号みたいなのあるじゃない。そう、あれもあるけどさ、そんなにめちゃくちゃ頻繁に電話していいのかともちょっと思っちゃうよね、ちょっとだけ。どのラインでさ熱が出たらどうとかさ、まあ書いてるよネットにさ、一旦落ち着いてとかぐったりして、1日経ってもそうだったら電話しましょうとかさ、で今コロナやからさ、そんな頻繁に病院にも連れて行けへんかったり、線引きが難しいけどさ、そのいいですかっていう、もうなんか神様に言ってる、いいのこんな素人にこんな大事なこのプレゼントをくれてなんか不安やなって、なんか自分もここまで育っててもらったから、親に、自分の親もそうやったんかなって思うとすごいすごいなって思うし、なんか自分の親はさ子育ての超プロみたいな感覚やん、うん、それで育ってるやんか、うん、でも素人やったんやなって改めて思うとすごいなって思うし、うんうん、なんか育てきった人がコメントでよくさ、とっても大変な育児だったけど、もうそんな僕、私の娘、息子ももう二十歳ですとか、だからもうあっという間ですよって、うん、なんとかなりますとかな言ってくれるねん。その言葉ってすっごい励みにもなんねんけど、そのなんとかなってた、そこを全部ビデオで送るんです欲を言うとな。そうまあでもさ、あのよく言うじゃん、あの嵐のように過ぎるって、この時期もさ、うん、実際さ俺らもさ3ヶ月経ったけど、あっという間だったじゃん。あっという間、なんだかんだな、まあね、嵐のようにな。でもまだ嵐の中やから、まあ見えへん。まあね、うん、嵐に入る前ぐらいかもしれないね、もしかしたらまだな、まだ、うん、今夜泣きが始まってね、うん、毎晩ちょっと、まあ、交代で育児やから、どっちかがすごい寝不足な夜を迎えてるんやけど。そうだね、でもそれもあの抱っこしてあやした方がいい
ストレスが後々ね良くない感じになるから抱っこした方がいいっていう人と、もうアメリカではほったらかしですよとか、どっちが本当に脳にいいのかとか、そういうのもね、もうほんまに半々やね、うん。だから一回ほっとこうって思ってね、こうこうやってずっとね夜泣きをこうやって10分ぐらいこうやった時があったけども、こっちの身が持たん、うん、いかんようになる、もうズキズキする胃が、でたまらずファーってな持ち上げちゃってね、で余計起こしてピエって泣いてね、うーん本当に、あーすっごいママの顔見て、そうね、いい私はもうね、調べたんですよ、人類の子育ての仕方、人類のその昔はどうやってたっていうのあ、昔の、そう、ほ、人の本当の昔、そこまで遡ったんだ、うん、そしたら、あのね、一人で育ってないやって、人類は、人類って いつぐらいの人類、それ原始人とかそういう、もう、うん、原始人レベル、あ、そこまで、よし、もっと、まあまあ、うん、あの田舎とか行ったら、はい、あのもう全員がお母さんみたいな感じやんか、親戚とか関係なしにこの村の人がみんなで育てたみたいな、はい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 、あれって本当らしくて、人類は本当は一人に対して一人で子育てするようにできてんねんって、もうみんなで育てるっていう生き物らしいねん、誰が言ってんのそれ、そういう本に書いてた、誰が書いてんの、著者その本はな、なんかママはさ自分を責めちゃうやんか、うん、こうやって大丈夫かなってパパもやけど、そうなった時に科学的にこうだから、あのできないもんはできないんだよみたいなことをあの説明してくれる、なんかすごく気持ちが楽になる本やねんけど、でそこに書いててんけど、本来はもうみんなで育てないといけない生き物らしいのよ、それを今一人とか二人で育てようとするから無理が出て鬱になったりするんやって、だからあの悩んで鬱になるのはもうこれは当たり前のことなんだよっていうのが書いててんけど、そんなん今の現代当たり前にさ、一つの家庭ではもう責任持って親が子供育てるでしょ、そうだね、そうとかねむずすぎるな、むずい育児な、うん、うん、本当に本当に思うわ、なんかなマニュアル本があってもマニュアル通りにはいかんやろうし、うん、マニュアル通り育ってたらそれが未来になって、あの子育ては間違ってましたよって、まあ、動作になるやん、何個かはさ、うん、昔の育児が間違ってたことたくさんやってるようにさ、うん、だからまだ解明もされてないんやろなって思うけど、うん、まあそのなんていうのかな、でも確固たるものは唯一愛情や、うん、だからもうそれを信じてさ育てますけど、間違ってたらごめんなさいまあ精一杯やれば俺はいいと思うよ、それは、それが愛情だしね、うん、うん、そこでなんかね、うん、放棄とかじゃなくてさ、精一杯やってんだから、うんうんうん、さ、いい悪いないと思うけどね、そこに関してはほんま、でもほんまにそう、あの、だから決まってないんやったら最低限のラインがあるとすれば、愛情を注ぐことと死なさないっていうこと、うん、うん、そうだね、そう、そこに行き着いたね、うん、もうお座りが何分にできてないだとかさ寝返りがどうとかさ、もうそこはもうレベルが高い、うん、うん、もうまだね、この本当に嵐の中にいるから流れが見えないんですよ、だからほんとまだ手探り手探りやけど、一旦今回は検診で丸をもらったから、まあ嬉しかったっていう話ですまあこのチャンネルを見てくれてる人も、うん、結構同世代で一緒に子育てしてるねママパパが多いやんか、うん、だから本当にね、多分みんな同じ気持ちやと思う、うんうん、分からん、うちは持ってないけど裏視界文書をみんな持ってて完璧な何あるか持ってないか持ってるかみんな持ってへんから、みんな手探りやし、コロナの時期やから不安やと思うから、なんか共有したいなって思いますし、なんかうちのチャンネルを見て結構安心しましたって、うちもそうですとかね言ってくれたらこっちも安心するから、なんかこういう共有し合ってやっていける、まあ、チャンネルであっていいなって
思いますし、うん、まあ皆さん頑張ろう頑張ろう、なんかちょっと興奮しちゃってけどまあそういう動画をね引き続き出していこう俺ら、うん、その、まあ、教科書にはなれないけど、うんうんうん、あ分かるってさ、俺らの動画見て子育てで安心するような動画をね、うん、引き続き出していきましょう、うん、頑張ろう頑張ろう